はい、今日のお店はこちら。ここは天ぷら専門店なんですけども、ただの天ぷら屋さんじゃないんです。このお店の天ぷらは本当に美味しいんですが、ほらこれ見てください。なんとなんと、からし明太子、からし高菜、白ご飯が無制限で無料なんです。どういうことって思うでしょ。いやこれガチやから。僕は残念ながらエビアレルギーなので、いつもこの山の幸の天ぷら盛り合わせ御膳を注文します。はい、これです。いきなり出てきました。これが無制限で食べ放題なんですよ。待ってました。よし、じゃあ食べていこう。まずはもちろん明太子から。おお、なんて贅沢な。それでは早速いただき、うまー、ご飯が進む。からし高菜はうまー。え、じゃあからし明太子高菜にしたらどうな。うまー。 OK、 落ち着こう。ここは天ぷら屋さんですからね。これはしめじの天ぷらですね。僕キノコ類が大好きな。うまー。ナスビも絶妙な揚げ加減で美味しい。これは豚肉かな。でかいな。そしてめっちゃ美味しい。これは鴨肉か。うまー。かぼちゃもサクサクで美味しい。ちょっと休憩の明太子からの白ご飯おかわり。そしてこれはなんと卵の天ぷらです。うわー、半熟具合がたまらない。ちょっと天つゆをかけて。うまー、黄身がとろける。最後は鶏肉。うん、これは柔らかい胸肉ですね。美味しい。あー、ご飯が余ってしまったな。でも心配ない。なぜならからし明太子と高菜があるから。よし、もう一息。はい、食べてきました。ちょっと皆さん信じられますか？こんな美味しい天ぷらの盛り合わせに、本物のからし明太子とからし高菜が無制限で食べ放題なんですよ。もちろん白ご飯も何杯でもおかわり自由です。そしてお値段なんと驚きの290元、1000円ちょいです。三つ星三つ星三つ星。このチャンネルの審議にかけて自信を持っておすすめします。